キリコーヘンは、イスラエルのエルサレム出身の柔道選手。階級は 52kg 級。身長 160cm。2013年のグランドスラムモスクは 52kg 級で3位。U23 ヨーロッパ選手権では2位となった。2014年のヨーロッパ選手権では3位だった。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは2回戦で、モーリシャスのクリスチャンヌル・ジョンティルに、 有効で敗れた。2017年の世界選手権では準決勝で日本の角田夏美に技ありで敗れると3位決定戦でもロシアのナタリア・クジュティナに敗れて5位だった。グランドスラムアブダビにはアイフの名の下での大会参加を余儀なくされたが3位になった。2018年のグランドスラムアブダビではイスラエルの名の下で参加可能となり3位になった。 2019年のグランドスラムエカテリンブルグでグランドスラム大会初優勝を果たした。2021年7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは2回戦で敗れた。アイフ世界ランキングは3092ポイント獲得で14位。ありがとうございます。